はい、今日のスプリントドリルです。 25m6 本いってますね。奇数が、10m のキックダッシュとで、げんこつの六かきダッシュです。はい、はい、これが奇数ね。はい、ね、あのげんこつの時に、まあ、あの同じね、実際泳いでるフォームのそのフォームのまんましっかりげんこつでピッチ上げてくるようにしてください。おー、キックやね。はい、はい、そうこのフォームね、フォームがぐちゃぐちゃのままならんようにね、そこだけちょっと気をつけてね、取り組んでください。で、偶数が、最近ね、ちょっとあのラストスパート局面ねやってるんですけど、ラストの 10m からダッシュしていって、でゴールタッチしてから3秒キックダッシュでいきます。いこうか、よーい、はい、キックダッシュね、3秒間ねやってます。これはあのラストスパートの局面ね、バスッとねタッチをついて、でその上にあのキックを入れてね、あのスプリントドリルをねやってます。おい、でこのタッチついた時に呼吸専用にね、呼吸専用にね、なるべくしていってください。それがポイントね。呼吸はあまりね、バカスカバカスカ入れてまうと、まあ、いわゆる 50m に必要な無酸素トレーニングってやつがちょっとできなくなるんでね、効果薄れてくるんで、なるべくね、なるべくノーブレで、ついた後ノーブレでしっかりとかましていてください。はい、OK。